はい。ティーチングプロのしおみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方お願いいたします。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントですね。皆さん、この3つで本当に変わりますからね。応援の方お願いいたします。さあ、本題に入る前にお知らせをさせていただいてるんですが、今年の初めから限定50名で今特別に1000円で募集していますと言っていたオンラインレッスンが、今日動画を撮っている今日、 販売いたしました。ちょっと通常料金にはなってしまうんですが、オンラインレッスンは引き続き募集しております。ぜひ、この機会にご購入の方をお願いいたします。ゴルフは、円で振りますよね。これ、すごくまあみんなが知っていることなんですが、これ、円で回すだけだったら実は簡単なんですよね。簡単だと思いませんか皆さん子供の頃遊んだりして円で回すの。でも実は、ちょっとゴルフ特有の、 難しい部分があるんですよね。そこを習得するまでための練習、まあドリル的な打ち方があるので、ぜひ今日はそれを知っていただいて、そのタイミングバッチリ掴めば飛距離アップも間違いないものです。ぜひこの動画最後までご視聴の方お願いいたします。はい。ではまず、円で振るよねを単純にお見せしたいと思います。こういうことですよね。で、これでまたちょっといろんな動画でお話ししてる部分ではあるんですが、おさらいでお話をさせていただきます。 よく勘違いがある点で言うと、こうやって円で綺麗に加速しながら振っていけば、もちろん安定して飛ぶっていうのが練習すればですよ、もちろん。達成できて、確率も上がっていくはずなんですが、よくある勘違い。これですね。まあ、円が歪になったの分かりますかね。よく下半身リード、体を使う、左に踏み込む、体重移動とかって、もちろんすべて正しいことなんですけど、 それを左にずっと動かし続けちゃう人。めちゃくちゃレッスンしていて出会います。でも、この僕のお話とかをすると、え、でも左に乗るんじゃないのフィニッシュってこうじゃないのこうなってないと飛ばないんじゃないのっていう気持ちは重々わかってるんですが、そもそも円で振るということは、左に行けば飛ぶよねみたいな単純なことではないってことですね。 この手元っていうのはもちろん右下に落ちながら左に引っ張って次左上に引っ張って右に引っ張るこれのバランスがヘッドに対してバランスよくできるからこうやって円が生まれるわけですねでその中でこのインパクトの時はリッてこう触れれば飛ぶしそれが正しい力み方なんですってお話をよくしていますこれはまあ大前提として知っていてほしい部分ですねでついでにちょっと言っちゃったのでお話しするとフィニッシュっていうのは クラブをこうやって振った後に打性で立っているものです。もちろんこれが取れない意味、取れないスイングで言うとこうなっちゃうとか、こんなのはもちろん良くないんですが、基本的には右左を動きながら辺を振る。振って最後立つっていう動作があるだけなので、円を振るところとフィニッシュっていうのはちょっと違う場所にあるよっていうのをしっかり知っててくださいと。これちょっと余談でした。さあ、こんだけ単純な 円でこうやって振るっていうだけの動きですね。こうやって。もちろん、的ですよね。的ちっちゃい。まあ、ドライバーは少し大きいですけど、アイアンなど、的ちっちゃい、ボールちっちゃいっていうところで、もちろんこれが簡単に当たるとまでは言いませんが、先ほど申し上げた通り、この円で回すってこと自体は、何も難しくないはずですよね。ちなみに、初心者の方に、はい、これ回してくださいって言って、一応今までできない方は、お一人も会ったことがないです。 それぐらいこの動作自体は簡単なんだけど、ゴルフの難しさはもう実はさっきちょっとやっちゃったんですけど、これを一回で回し切らなきゃいけないところにあるんです。このタイミングがつかみづらい。ずっと回し続けていいならできるんだけど、これをワンターンで回すってこと自体は、実はちょっと馴染みがないんですよね。 実は今日お伝えしたいことも見せてしまったんですが、これ、ワンターンで円をクリって回す練習をするべきなんです。まず最初としては手順。ずっと回し続けてくださいね。あ、で、手元って横にこうやって一直線とか片方だけに行くわけじゃなくて、バランスよく前後左右というかこういう運動を連続してすることでヘッドがきれいに回るんだなはさっき実感してくださいね。ただこれを ですね。ワンターンで、これ、なじみがないはずなんです。ずっと回すとなじみあるけど、一回でやる馴染なじみがないと。なので、細かいまっすぐ飛ぶ、遠くに飛ぶとか無視して、今僕がお見せした素振りをめっちゃやってみてください。 これでバンバン当たっちゃう人はちょっと天才型だなと思うんですけど素振りでこのターンを結構数やるとバックスイングして1回出ますバックスイングして1回出ますちなみにこの円は背中とかきれいにゴルフっぽく回さなくて全然問題ないです胸の前でワンターンで回すここの引き上げ引きつけって僕がよく言ってるところですね引きつける運動を自分にこれ これ、めちゃくちゃ大事ですから。で、馴染み、自分の感覚でイメージできてきたら、そのワンターンでただただゆっくり回す。手元を僕は引きつけるっていう運動をよく言いますけど、それで、ボールを打つ遊びを、もう言いますね。打ち放題で山ほど遊んでみてください。ワンターンで回す。もちろん全然距離なんかいらないです。ただ、なんかヘッドがそれこそ、 軽く振って飛ぶっていう方、イメージあると思うんですけど、大体その方たちはもうこのレベルを当たり前だけど習得し終わってる方たちですと。こんな地味な練習。ちなみに、ボール打たなかったら、あ、でもね、うちも練習用のスポンジボールみたいなのあるんですよね。あれだったら、ちょっと僕の家の事情ですけど、カーテンに向けて打つと別に全然普通に打てちゃうんですよね。もしあれだったら、スポンジボールと ってお家でででこれで打って遊ぶ練習ななんんかかもいいいじゃないですかね今パッて思いついちゃいました。でも、まあ、そんなことがなくても素振りすりゃいいわけですよね。ワンタンで回す。以上。ワンタンで回す。以上。ワンタンで回す。以上。下半身を回すとか全力で振るとかそんなことをする前にクラブをしっかり簡単に回せるよっていう能力をつけておくとこの先のゴルフのいろいろ枝分かれしてくる部分ですら あ、そうだよねってできる可能性が高まります。そして今やってることを体全身であれば飛距離も伸びる可能性もちろんあるので、ぜひこのワンターンで回す素振り。ぐるぐる回した後に、一回で回す。一回で回す。以上です。みたいなことをしっかりやっていただければなと思います。ということで今日の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。